どうも、ボルケーノみやびです。今回は、ヌビレットのナーフ問題についての動画です。ヌビレットのナーフですが、元からパッド使ってる人からすると、何の影響もないんですが、これ、キーマウゼにとっては結構痛いナーフなんですよ。多分なんですけど、振り向きに制限がかかるようになってます。今回のナーフ。最初はそんなに大したナーフじゃないなって思ってたんですが、まあこれ今までできていたことができないっていう結構地味ですが、慣れてる人からすると今までと使用感が変わってくるので、扱いにくさがまず目立ちます。敵が正面とかにいれば問題はないんですが、これが敵が後ろとかにいる時がめんどくさいです。今までだったらさっと振り向くとかができたんですが、制限がかかってしまったせいで、とにかく後ろへの振り向きがしにくくなってます。慣れてくれれば別に平気なんでしょうが、今までできてたことと違うことをさせられるので、まあ結構ストレスにはなると思いますね。例えばなんですけど、FPS やってる時に、普段移動してる時と、もう腰打ちで感度が変わったら大変じゃないですか。慣れればできるよっていう方もいると思いますが、ヌビレットが出てからもう300日近く経ってます。300日くらい慣れ親しんだ感度が急に変わったら嫌じゃないですか。それでは今回パッド勢にも分かるように手元を出して今回のナーフがどんくらいのもんなのかっていうのを説明していきます。まずは DPI 1200。DPI 800から1200くらいで設定している人が多いと思うので、まあまあ一般的な感度なんじゃないでしょうか。今までだったら、まあちょっと、ほんのちょっとやるだけで1回転できたんですが、今回のナーフによってこれ1回転させるのがめちゃくちゃめんどくさくなってます。自分は広めのマウスパッドを使ってるのでなんとかなってますが、これ狭いマウスパッドだったらこれ1回転させるのめちゃくちゃ大変だと思います。こんだけ動かしておいてだいたい2回転くらいしかできないんですよ。続いては自分が設定できるマウスの最高感度 DPI 25600に設定してみたいと思います。25600にするともうほんのちょっと動かしただけでもすごいカメラ動きます。こんなことになっちゃいます。ちょっと動かすだけでもぐるんぐるんぐるんぐる回ります。ではこれでビームを打ったらどうなるのか、正面に設定するのが大変。ご覧のように DPI 25600に設定しても全然回転できません。なんだったら25600に設定したせいで、思いっきりカメラを回そうとすると上下に反応してしまって回転がしにくいっていう、そんな状態になってます。まあ、この感じだとやはり感度に制限がかかっていて一定以上の感度にはならないっぽいですね。今回のヌビレットのナーフ、皆さんはどう思ったでしょうか？いや、あんなぐるんぐるん回転できるの最初からおかしかったから、ナーフ食らうのは仕方ない。修正は妥当って意見が出るのはわかります。ただ、ヌビレットが出てから何日経ちましたかっていう話です。ヌビレットが実装されたのが2023年9月27、約300日前に実装されてます。それが急に、いや、あの回転ビームは不具合でした。すいません。修正します。って言われて、はい、そうですねってなるかい？回転ヌビレットは実装されてからしばらく経ってから見つかった小技でも何でもないです。結構早めに見つかって、やばすぎんだろって話題になってたと思います。他にも通常攻撃がスカルディシアや、一突モナの凍結時間が延長されないといったバグが治っていないにもかかわらず、ヌビレットだけがなぜか修正されるっていう。これには不信感を抱くユーザーも出てきてもおかしくないです。ナタのキャラであるムアラニが水元素だからムアラニを強く見せるためにヌビレットをナーフさせたんじゃないかなんて勘ぐりもされてます。まあ、この修正自体は別に自分は仕方ないと思ってます。ただ復刻も一回して実装から1年近く経とうとしてるのに急に不具合でしたってのは違くないですか？多分この不具合なんてのはすぐに把握していたと思います。むしろしてなかったら何をしてんのって感じですが、まあこれ修正がすぐには難しい案件だったってんなら、まず最初にヌビレットの挙動は不具合になってますが、まあ、今すぐに修正が難しいため高速回転の使用は控えてくださいって言ってたんなら、まあここまで炎上してないと思います。八重の時もそうでしたが、急に不具合でした、修正しますはダメだと思います。運営が強いと思ったものは今後不具合ってことにされて修正されるって思われてしまいます。そうなったらガチャ回されなくなりますし、他のゲームやるわってもなります。
最近いろいろな改善だったり幻想シアターの失敗をしっかりと受け止めてすぐに改善されたりしていて、あなたの情報も期待して原神への期待値が上がっていたらこれです。正直自分結構萎えてます。八重のようにやっぱなしでってなるのか、まあそのまま行くのかわかりませんが、しばらくはヌビレットがどうなるのか見守っていきたいと思います。これに関してはホヨバに対していろいろ言いたくなって強い言葉とかを使いたくなってしまうかもしれませんが、相手も人間ですので冷静に行きましょう。あと今回の件で原神やってないのにあれこれ言ってる原神アンチがいるみたいですが、まあこの動画がアンチに使われたら嫌なのでアンチの人は使わないでください。くっそほど萎えると思います。っていうか萎えます。自分は原神が好きだからこそダメだと思っていることにはしっかりと言わないとダメだと思っているので、今回このような動画を投稿させていただきました。原神が嫌いだからこんなネガティブな動画を作ったわけではないです。できれば誰かのためになるような動画を作りたいと思ってますが、今回はさすがに黙ってるのは違くねと思ったので今回の動画を作成しました。高評価低評価も再生数もまあもうどうでもいいです。この動画というか一人の原神が好きなおっさんの言葉がホヨバに届けばそれだけでいいです。それでは今回の動画はこれで終了になります。お相手はボルケーノ雅でした。バイバイ。